この間盛岡どうだったんですか。盛岡でどうだったんだ楽しかったですか。楽しい楽しい、だいたいそういうネタって僕自分のブログに書いてあって読んでくれたらいいんですけど、前日に、はい、あ日曜に入って日曜日で月曜にの午後にクライアントのとこ行くんですよ、はい、だから前日から入ったんですけど、日曜日の夜に着いてるわけですよ、行って、ホテル行って、はい、仕事してたんですけど、はい、お腹すいたなと思って、はい、で、盛岡に来てるわけですよ、はい、いつもと違う場所だから、はい、盛岡、だからせっかくだからなんか盛岡っぽいものを食いたいじゃないですか、うん、だからどうしようかなって悩んで、とりあえずホテルから出て、はい、周りをブラブラして、なんかいろいろあるわけですよ、まあ、お店が、お店がどうしようかなって思ったんですけど、もう分かんなくなって選べないんですよ、この時ってあの気持ち、感情、お客様の感情として言うと選べないんですよ、うん、だってなんか一番怖いのはなんかこう常連しかいないところに行くとか一番怖いじゃないですか。そうですね、そういうお店あるじゃないですか、うん、飲み屋さんとかで、ね、それも嫌だし、なんかまあ味の当たり外れも分かんないから、うん、結局ココイチ、あ、分かりますね。ココイチってカレーなんですもんね。ココイチこっちにもあるから、うん、あれね、あそこの心理的障壁を乗り越えさせる、うん、知らないお店に入るっていうのは、うん、それはほっといたら誰も入らないんですよ。そうですね、うん、なんかよく個人店とかは特にちょっと入りづらいですね。そうですよね、うん、だからよくその職人かたぎのお店のオーナーさんでやっぱうまきゃ来るとか、うん、技術があるから美容室とかで来るとかっていう発想は、うん、ちょっとやっぱ今の時代通用しないですよね、うん、なんかやっぱお気軽にお入りくださいとかだけでも、ああそうやっぱ違いますよ、ね、いいと思うし、うんうん、なんかこうきっかけっていうものを与えられないと、うん、あのここ良さそうだから入ってみようってそんな、うん、あのね、うん、なんていうの、旅番組じゃねえんだから、旅番組もあれも下調べしていってるはずだけどそういうことは、まあ、なかなか難しいのかなって ね、うん、ね、思いましたね。それきっかけを作るのがセールスライターの仕事なんでしょうね、うん、作ってあげるのが、ね、そうですね、っていう風に、はい、じゃあその次はね、はい、青楼閣とか言って、青楼閣、青楼中華、違う違う、焼肉、焼肉、うん、中華違うな、焼肉、焼肉、うん、行ったりはしましたけどね、うん、そんな模様でしょ。一泊二日ですか。二泊ですか。プチ旅行ですね。完全な出張ですね。いや別にそのクライアント先にいたのはね4時間ぐらいです、うんなんですよね、せっかくだから聞きました、じゃあちょっと質問を読みます。はい、ちょっと長いんで、ちょっと省略して今、はい、トライさん40歳からのご質問です。はい、外注先を見つけるにはどうしたらいいですかというご質問ですね。例えばデザインは自分で簡単なものだったらワードとかイラストレーター、フォトショップでできなくはないけど、そのプロっぽくするために外注デザイナーを探した方がいいのか、うん、もしくは PPC や Facebook 広告っていうところも専門の業者を探さないといけないのか、うん、こういうふうにこう外注っていうものに関して、まあ、日々僕らがどうしているのか教えてくださいっていうご質問です。宮川さんどうですか。外注はしてないですよね。してないっていうか、うん、予算が出ないですよね。そうですね、予算の問題がありますもんね。うん、そうだから出したくても出せないっていうのが一つ現実的な、うんうん、せいぜい印刷だけですよね。そうですね、楽するんですけど、うん、ぐらいですよね、うんうん、まあでも、まあ、チラシ程度なら別に出す必要もないかなっていう、うんうん、まあそのデザインとかは今これご質問の方はこだわってましたけども、はい、僕なんかの実情で言えば、そのデザインに関してはもうほぼやってないんですよ。はい、なんでかっていうと、そのまあ僕はクソセさんの方から美容室 の、 チラシのテンプレートとか、はい、はがきのデザインも含めたテンプレートをもらっちゃってるから、うん、それを再現できれば OK なんですね。うん、それは別に何で再現したっていう、別にワードでもいいし、うん、僕は最初は Mac のページズで再現をして、うんたんですけど、最近はイラストレーターを覚えたんで、うん、イラストレーターでやってますけど、その程度だったんですよね、結局あのハガキとかチラシでも、うん、僕の場合はですけどね。ただ宮川さんは結構オリジナルデザインのチラシとかもう作ってるんですよね。作ってますね。それはデザインっていう部分はどうしてるんですか。デザインは、まあ、
ちの奥さんですよ。奥さん奥さんがフォトショップが使えるっていうだけでちょっとやってよ。別にそのなんか昔デザインの仕事やってたとか、カバンのデザイン、ああ、そうか、女性もののカバンのデザインの仕事をしてて、でそれで、まあ、ソフトだけ使えるっていう。なるほどね。うん、だから DTP が DTP 的なデザインとかの知識があるっていうわけではない。じゃないですよね。うん、ただソフトが使えるっていう。じゃあまあ一応その、まあ、でもとはいってもデザイナーはデザイナーだから、うん、何が美しいかみたいな、うん、基礎的なことはじゃあある。そうですね。多分その色とか、うん、そのこの色とこの色合わないとか、うん、そういったことは分かってるんだろうけど、うん、うん、ぐらいですよね。でもなんでそれで任せられちゃってるんですか、それで。自分でやるのがめんどくさい。フォトショップでチラシを作ってもらってんですか。フォトショップですね。うん、ここあのコピーは全部考え宮川さん考えた上で渡して、そうです、ね、うん、そうです、どういう指示を出すんですか。うちもこういう長机があって、はいはい、隣同士で座ってて、はいはい、でコピーを渡して、はい、でここがヘッドラインだから、はい、これ一番上にやってそうですね。でその左にちょっと なんかこんな感じの写真ちょっと入れるスペース作っといてとか、あ、まあ後で入れるから、そうです、うん、全部指示出しながらそれをやってってもらって、うんうん、なんかそこにこうすごい綺麗、それで綺麗になる、綺麗なんないですよ。なんか、うん、なんないっていうか、まあなんないって、大丈夫か、ちょうど入ってるから、なんかもうこれ手書きですけど、なんかこう見えるか、こんな感じ、あ、手書きなんですか、これ手書きです、あ、手書きもあるの、手書きもある、手書きの方がなんかそこがいいんですよ、手書き感っていいですね、そうです、うん、じゃあそのほぼ任しちゃうんですか、奥さん、でもやるときは常に隣で指示出してるから、うん、作業時間的には別に変わらない、そうかそうか、自分がいじるか、うん、いじってもらうか、そんなもんですよね、結局じゃあそこデザイナー連れてきて雇ったら、うん、じゃあいくらかかるのか知らないですけど、そうですね、だから一回あれをやったことあるんですよ、ラックするの、デザインがデザインあって、うん、あ、そっか、あるんですよね、やってみたんですけど、うんうん、まあ別にそれっぽいものは上がってくるけど、うんうん、まあ自分のフィーがそこに流れるんで、うん、まあゼロ、いくらぐらい、1枚あたりいくら、ラックするのがデザイン料でいくらっけ、なんか6万ぐらいか、え、A4 裏表、A4 裏表で6万、そんなの赤字じゃん。赤字です。ねえ、じゃあ任せらんないですね。うん、ね、だそれを踏まえた上でフィーをその請求しちゃうと、うん、バカ高になっちゃうから、まあまあ高って思われてもしまいですよね。うんうんうん、そうですよね。結局チラシとかハガキとかっていうレベルだったら、うん、まあ。そのできればテンプレートを使うともういいですよ、うん、最初のうちは。そうですね。で、うん、そのうち多少なりともそのソフトの使い方を覚えてきたりとか慣れてきた頃には、うん、そのちょっとね、アクセントを置こうとかってありますけど、うん、プロみたいにやるのは最終的に最後まで無理ですよね、うん、自分でやるの、うん、おそらくもうちゃんとそれ用の勉強をしないと、うんうん、そうですね、うん、そんな一朝一夕の問題じゃないわけですから、うん、ただそれでその反応がどうこうなるかっていうと、そう別にならない。そうなんですよね、うん、その綺麗でにすればするほど反応率が上がるわけでもないというか、うんうん、コピーをちゃんと見てもらうためのデザインだから、ね、うん、この場合は、うん、いわゆるそのアーティスティックなっていうか絵画とかの、そうですね、そういうレベルじゃない、うん、彫刻品とかを作る、そうですね、そういう美しさじゃなくて、うん、僕らあくまでコピーを読んでもらうためのデザインだから、うん、そんなにその、ね、そうですね、できなくもないんじゃできない、うん、順番通りに読みやすいレイアウトを整えるっていう、そう、レイアウトの問題ですよ、うん、どっちかっていうと、うん、まあセールスライターやるんだったらそういうところもね、セールスコピーの一部ではあるから、うん、まあ、勉強していったらいいですよね、そうですね、あとはそのフィー乗っけて
大丈夫な感じになるか、うんうん、大丈夫なクライアントだったら別にそうすればいいしっていう、うんうんうん、やっぱ普通のとこ行ってチラシで15万とか20万とかって、うん、まあ、ちょっと出せない無理ですよ、うんうん、ですよね、うんうん、デザインに関してはそんな感じですよね、うん、そうですね、うん、あと PPC や Facebook 広告も業者を探さないといけないのかなっていうことなんですけど、宮本さんはクライアントのために回したことありますか？自分でやってますね。今工務店のやつは自分でやりながら、うん、で数字見て割るで、まあ、いい数字と悪い数字はやっぱ出てくるんで、でそれを仮説検証して、うん、改善してっていう、まあ、コピーと何ら変わりないですけど、それがセールスライターやることでしょっていう、外注するそこを外注出すっていうのが、うん、まあそうやる必要ないかなっていう、まあ、それも予算出るならいいですけどね、うん、その外注に出すぐらいの予算って、うん、だいたい例えばどっか一社任しても何万円かいきますよね、最低限、うん、どうせどんくらいですかね、相場は、うん、何万円かプラス広告費とかが多いから、ね、うん、そうですよね、うん、そうですね、それもだからそういうのを出せるかどうかですよね、うん、フィードしてなんかまあクライアント自体が それも含めてあなたにお支払いしてるよっていう概念だと、うんうんうん、これ外注出すからプラスでいくらかかりますは、うんうん、そう聞かないんですよね、うんうん、基本的にそうなんですよ、僕らは僕らっていうか僕らだけじゃなくてその周りを見ても基本的には全部自分でやりますもんね、そうですね、まあ、やれる範囲しか提案しないっていうのもあるかもしれないですけど、うん、基本的には自分でやるんですよね、うんうん、どうしてもできないことじゃないですからデザインもPPC、Facebook とかそうですね、うん、まあやりながら覚えればいいってことですね、ただ外注に出さないならやらないよみたいなことあります、言われたことで断ったとか、あ、ないですね、ないっていうかそのとりあえずもうやっちゃう、うん、自分でなんとか、え、なんかどこまでやりました、そのえ変なことで言うと、あ、何があるかな、変なこと別にない、別にないですよね、チラシとかそういう集客周りだったらないですよね、うん、一番苦労したのは冊子、市のそのなんか社会福祉の団体のなんかその広報の手伝いの仕事を受けてるんで、そこで何周年だ、50周年だか60周年の記念冊子の200ページぐらいあるやつ作るっていうのが、あれはしんどかったですね。内容も？内容はあらかた企画があって、で大体なんか市長とか、なんかそういう人のコメントとかをまとめて、なるほどね、で過去のバックナンバーとかも全部整備してってっていう、その冊子なんか作ったことないから、そうですね、なんか冊子ってなんかデザイン違うのかなとか、うんうん、なんかありますもんね、多分ね、うん、そういう決まりが、で、まあ、その媒体ごとのなんかそのルールみたいな、うんうん、何も分かんない状態でもまあまあやれましたからね、とりあえずもう分かんなかったらその刷新印刷屋さんに電話して聞いちゃうみたいな、なるほどね、うん、これまあやってられないことない、うん、そのくらいかな、一番困ったっていうかどうしようって思ったのは、うん、そんなもん、変なそんなもん、うん、僕もないですよ、自分でやってます、そうですね、じゃあできるってことです。できます。はい、やれば、そのなんかプロレベルにはならないかもしれないけど、それを多分ね、うん、質問者さんは想定しちゃってるんですよ。うん、やるからにはプロレベルというか、うん、そのすごくいいものを出さなきゃいけないって多分気持ち的にはそういう気持ちを持たれてるんだと思うんですけど、うん、まあそうでもないですよね。そうでもないですね。うんあくまでその例えばチラシのデザインだったらチラシを出してお客さん来ればいい、うん、その補助としてのデザインでいい、うん、もちろん
凝ったらどれだけでも凝れるみたいですけども、うん、ってことですね、うん、というわけでやってみて出してみて改善をしてください、うん、そうですね、はい、はい、こんなとこです、こんなとこですね、ありがとうございます、はい。